今日はクローバーの蜂蜜をテイスティングとカップリングしたいと思います。クローバー蜜ってご存知でしょうか、えー、和名で言うとシロツメグサであったり赤爪ツメグサも多分近い品種やと思います。日本ではレンゲとかアカシアが有名ですが、えー、実は シロツメグサも世界ではかなり愛されていて、えー、生産量もかなり多い方の蜂蜜の一つとなっています皆さんも子どもの時に四、えー、つ葉のクローバー探したりしたと思いますが、えー、クローバーの蜂蜜は比較的、えー、平地であったりとか牧場でよく見られる植物です 今回使う蜂蜜はカナダ産の蜂蜜です。私の中ではカナダとかニュージーランドは比較的自然にも厳しくて、えー、農薬とかの規制が強いと勝手に思っているので今回カナダ産を使ってます。成城石に寄った時に日本一組とかのボトルで売られていて結構、えー、お求めやすいお値段で売っていたので今回これ買ってみました。 えー、食べるのが楽しみですこのハチミツに合わせる食パンは広島県のアントリューセングループさんの一つ、えー、リトルマーメイドさんのパンを買いました、えー、これはイギリスパンで、えー、家で軽くトーストーし直したものです、えー、癖が少なくて、えー、食パンらしい食パンで結構食べやすいパンでした 朝ごはんにも単体で比較的食べやすいパンで、えー、他の食べ方でも大丈夫かなと思います、えー、トーストした時に周りがサクッとしてて内側がふっくらとしたところがいいところかなと思いますはい、えー、それでは実際にパンに塗ってみました ハチミツの黄色い色が白いパンの上に乗ってすごくきれいに映えていることが分かります、えー、とてもハチミツらしいハチミツの色をしてると思ってます結構しっかりとした液体で、えー、シャバシャバ感はあんまりありませんですのでパンの上に乗っけた時にあんまり染み込んでいくっていうことはなくて上にボトッと乗ってるような感じのハチミツです ローバこのはの蜂蜜はまだ液状のまんまですが近いうちに結晶化し冬になったらするんじゃないかなと思います、えー、結晶は比較的大粒でジャリジャリとした、えー、印象のものが多いと個人的には思ってます、えー、とこの蜂蜜に関しては結構香りは飛んでるかなっていう感じを受けました で実際に食べてみた感じですが、えー、っと、まず最初に感じたのは、蜂蜜の甘さと、えー、っと、ふくよかな香りを感じました。うんと、すごく、えー、っと、芳醇で、なんていうか、うん、花の香りではないんですが、えー、っと、 いい,香いい香りがしました蜂蜜のいい香りがしましたなんか他の表現ないかなと思ってもう一口食べてみたんですがうん、えっとやっぱりクローバーツならではの香りがしますうんクローバーミツのならではっていうのはうんやっぱり他の香りで 表現するのは結構難しいですが、うん、しっかりとしたクローバー蜜の香りがしてます。で、えー、っと、やっぱりパンがほのかにトーストしてあるんであったかいんで、えー、っと、結晶もそれなりにとろっと柔らかくなってきて、えー、っと、半液状、半液体状ぐらいになってるかなっていう感じがして。 ここの蜂蜜は,はんと冷たいパンにのっけるよりもあったかいパンにのっけた方がいいかなっていう香りがしますで他のパンを食べた時他のパンと他の蜂蜜を合わした時は結構うんと蜂蜜だけじゃなくてパンの小麦の 甘さであっったたり香り香ていうのがが感じられましたが今回のこの組み合わせの場合はうーんパンの存在感っていうのは食感だけかなっていうふうに思いますあ食感サクッとした表面の食感と内側のもちっとふっくらとした感じの食感が感じられますで味とか香りに関してはもう完全に蜂蜜が勝ってるというか蜂蜜の存在感が ドンといてるっていうイメージかと思います今回はクローバーの蜂蜜と食パンを合わせてみました、えー、実際に食べてみて思ったことですが、えー、食パンの歯触りとか食感っていうものと蜂蜜のう、えー、味であ甘みとか旨みっていうのが完全にすみ分けができるような組み合わせやったと思って面白いなと いうふうに思いました。えー、毎回思うんですが、えー、蜂蜜はその蜂蜜と合わせる食材によって、いろいろと表情が変わるな、というのを改めて実感しました。また、なんか、他のものを合わせたいと思います。